ま、あのいつも飲む味噌汁とあのほとんどやっぱ同じような濃さを感じる感じですね。この中にはコンピューターが入っています。そのコンピューターが、食べ物、まさに食べようとしている食べ物の中のナトリウムイオンを浮かせて一気に引きつけるという操作を行っています。そこで電気の力を使っているというわけです。この結果、塩味が 1.5 倍の濃さに感じられるところまでいっています。生活習慣病、これの重症化を防いだり予防、発症を予防するためには日頃から食塩の摂取量を減らす必要があります。ただ日本人はもともと食塩の摂取量が非常に多くてですね、通常の方法で食塩の摂取量を控えようとすると、好きな食べ物を我慢したり、また薄味の食事を我慢しながら食べたりっていうところが必要になっていました。で我々キリンはヘルスサイエンス、食の健康と美味しさのところの幸せに貢献したいと思っておりまして、まさに、病気の方が、美味しい食事を食べるというところにこの技術貢献できるのではないかと考えて、宮下先生との共同研究を始めました。